はい、本日はですね、こちらアークテリクスのおすすめ春夏アイテム4選をご紹介していきたいなと思います。ということでですね、こちらにアークテリクスのアイテムずらーっと並べさせていただきました。手前からですね、バッグであったりとかリュック関係、そしてそれ以外にはジャケットとかパンツというね、まあ一応上から下まで考えた時に、この春夏皆さん大人の方にね合わせていただきたいというのはどれなんですかっていうところをねお話していこうと思います。本日の流れとしてですね、4つ紹介していきます。でこれはね、もう何々編とか分けずにいきます。ほんまにめっちゃええなと思ってるのを4つねピックアップしていきたいなと思いますので、そんな感じでいこうかなと思います。ではまず早速1点目、何がおすすめなのかというとですね、この春夏にとにかく持っといてくださいというのはですね、これは定番なんですけどね、こちらのアロー22やったかな、20やったかな、ちょっと忘れましたけど、22リットルか20リットルかちょっと忘れたんですけども、こちらのリュック、まあ、背負ってみるとねこんな感じで、これに関してはね結構迷ったんですよ。で何を迷ったかというとですね、リュックってもう一個アークテリクスで僕の中で推してるやつがあってね、何ですかというとね、このマンティスっていうリュックがあるんですね。でマンティスって実はマンティス系列の他にもちょっとちっちゃいバッグもあったりとかするんですけども、こっちのアローっていうね、僕今背負ってる方もねちょっと系列のねちっちゃいのもあるんですよ。このアロー郵便屋さんが持ってそうなバッグもあったりだとか、どっちにしても人気なんですよ。このマンティス系列で、まあ、人気の方行っちゃうのか、このアロー系列で人気の方行くんかって非常に迷うところなんですけど、春夏って梅雨があるじゃないですか。でも雨があった時にね、突然こう夕立が降ってきたりしても、こっちのリュックの方はね、この表面のところがね多少水とか弾いてくれるんですよ。だからね、これ見てられてるあなたもね、よく付き合いとかで夜の店行くでしょ。でそういう時とかにお姉ちゃんからもらった大事な名刺とかって多分こうやって手前に入れてはると思うんですよね。でこの手前に入れとけば、名刺とかってやっぱ濡れたりしたらびちょびちょになってね、見えんくなったら、せっかく LINE 聞いたのにこっそり入れなくできんくなるでしょ。そういうところ考えるとね、やっぱアローはねこれ濡れないんでいいんかなと思うんですけど、マンティスの方これめちゃくちゃ使い勝手いいんやけども、やっぱ濡れちゃう。だからいきなり雨とか降ってきたら、せっかくいただいたね名刺をねちょっとこう濡らしちゃうっていうところでね、ちょっとどうなんかなと思ってこちらアローを選ばせていただきました。でちなみにこのアローはね、普通に背負うのも OK なんやけども、自転車とかでねこうやってガッて前かがみになった時とかでも、この首のとこの持ち手あるじゃないですか。でこの持ち手がね干渉せえへんようにっていうことでちょっとずれてるんですよね。中央よりちょっとずれた状態であるんで、この首にね当たりづらいっていうところもね考えられてるので、自転車乗ってる方もそうやし、別に普通にこうやってね背負ってるだけでもええんですけど、まあ、アークテリクスのリュックの中ではこれがね最高傑作じゃないかなと僕個人的には思っております。まずこれが1つ目で、2つ目が次何かっていうとね、ジャケットからねいろいろ悩んだ結果ね、どれにしようかなということでね、やっぱりベータジャケットにしますってこと、これ全部違うんですよ。違うジャケットでね一緒やないかいと思うかもしれないんですけど、ベータジャケットが2つ目に選ばれました。でベータジャケットどれやったかな、ありましたありました。まあ、これはね春夏っていうことじゃなくて年中着れるんですよ。だから別に春とか夏とか関係なく、冬でも別に着ようと思ったら着れるんやけども、アークテリクスの中でねこうちゃんとゴアテックス使ってて、こう雨に守られる。さっきから雨うるさいですよね。リュックの時も雨の話ばかりしてるんやけども、僕結構雨結構気にするんでね、ゴアテックスを採用されてるんで、例えばお子さんと公園とか行ってていきなりパッて雨降ったりしても、こうやってねパッて羽織ってあげれば傘忘れててもね濡れる心配がないというのもそうなんですけども、まあ年中使えるんで、これに関してはまあ春夏にしても秋冬にしてもどっちにしても入ってくるんですけどね、まあ、このゼータジャケットということで、アウトドアの中でも結構まあしっくり、シンプルに着れるようなねジャケットになってるんじゃないかなと思います。でこのベータジャケットね、今年出たばっかりなんですよ。今年の春夏に出たばっかりで、改良されて、さらにもう一個改良されて、もう一個改良されたのが今のこのベータジャケットなんですね。だからめちゃくちゃ使い勝手はね良くなってるんですよ。でそれでいいって、このシンプルな感じ、ちょっとこう普通に白 T の上にパッて羽織ってるだけやねんけども、それ相応っぽい感じにもなるしね。それ相応っぽいってどういうことなんかわからんけど、まあまあスタイリッシュになるじゃないですか。でまあもちろんこうバッと締めてもね、まあ大人のマウンテンパーカーって感じするじゃないですかね。まあそれがいいかなということで2つ目にしときました。そして次3つ目がね、分かってます。こうやって僕みたいにちょっと半袖で薄着になってきた時に悩む問題ありますよね。それ何かというとですね、荷物どこやろう問題っていうのが出てくるんですよね。こうやって男の人はね、何かやねん地味にあるでしょ。例えば財布ありますよね。でその後次携帯持ちますよね。そしてエアポッツとかもありますよね。で鍵もあったりとか、あと整骨院も僕言ってるんで、整骨院のカードなんか持ってたりするんやけども、じゃあこれをポケットに全部入れちゃうとどうなのっていうと、ちょっとダサいですね。モコモコしててこのパンパンになってくるから、なんかそんな時いいのないかなと思ったらですね、ちょうど出てるんですよね、アークテリクスからね。こちらマンティス2ということでね、さっきマンティスのリュックの話したんですけど、その系列ですね、マンティス2ということで、もうちっちゃい小型のボディバッグ、まあショルダーバッグというかね、そういったバッグがあります。ちなみにこれはね、別注モデル、これビーム
ス別注モデルなんで、もう今ないかもしれないんですけど、まあ、たまに出てくるんでね、またビームスのとこ見てたら出てくるんですけど、基本的にはこの形です。こんな形がスタンダードな形なんやけども、まず整骨院のカードはこの手前のとこにヒュッて入れといてやね。で財布はねメインのとこに入れときますと。ほんでもって手前のところは鍵とかも入れれるんやけども、まあエアポッツ入れときましょうか。それで最後スマホどないすんのというと、スマホはですねこの裏側に入れるとこあるので、ここにねピューって差し込んであげるとすっぽり入りますので、この状態で背負ってあげると、もうこれだけでね、あ、ちょっとあのファッションのアクセントになったんじゃないかなということで、こんな品のあるバッグってありますかということなんで、これがねマンティスという名前のところの前にですね O をつけてあげるんですね。うどんでもそうですよね。 O をつけだけで、おうどんにしてあげるだけで上品になってくるのと同じやし、車もそう、お車っていうだけで上品な感じ。あ、じゃあマンティスも O をつけてあげようじゃないかって言って、 O をつけるとですねちょっと卑猥な言葉になりますね。それはそれじゃ言いません。もうこれはもう僕のね持ちネタみたいになってますけども、これじゃ言いませんが、こうやってねマンティスでこうパッて羽織ってあげるだけでも、まあスタイリッシュな感じになると。でちなみに僕よくこれ使ってたんやけども、こういったシンプルな服装するときはもうちょっと大人っぽい方がいいなと思う方はですね、僕が独自にあのレザーバージョンのオマンティスみたいなのも作りましたんで、これが表なんですけどね、裏側に同様にねスマホをこうやって入れるようなポケットも入れてますので、これをポッて入れてあげて、ちょっとこっちじゃスポーティーやなと思ったときはこの大人なね姫路レザーを使ってこういう感じで行ってもらってもいいので、まあそれは気になる方は下の動画説明欄から見ていただければね、こちらね香川の職人さんが一つ一つ手作りで作っていただいておりますので、気になる方は下から見てくださいというのが3つ目で、ラスト何かというとですね、やっぱ春夏といえどもですね、こういった半袖で通る時ってちょっと寒い時あるじゃないですか。なんかこの部屋寒くねとか、あとイオンモールとか行ったらこのイオン寒くねとかね、そんな時どうすんのというとですね、ちょうどいいやつがあるんですよ。ちょうどいいやつ何っていうとね、これスコーミッシュフーディーというね、まあ、薄めのジャケットです。さっきのはちょっと雨とかにも耐えれるようなガシガシしたハードなジャケットなんやけども、こっちはねほんまにもうサッと羽織るぐらいソフトなジャケットで、パッてこれ着るじゃないですか。ほんならなんていうんですかね、カーディガン感覚でこうやって着れるというか、ジャケットっていうよりかカーディガンみたいな感じでポッパって羽織っちゃおうみたいな感じでね、まあ、着れるんですけど、これねどうですか。確かにスポーティーな感じの服装としてもありやし、ほんでもってもうキンクなってちょっと邪魔やな、厚なってきたなと思った時はね、こんなもんねくるくるくるってやったらね、でも拳ぐらいになるから、そんな時はさっき言ってたオマンティスのところにねピュッて入れてあげることもできるんですよ。そしたらまた手ぶらになって子供と遊ぶことができると。この完璧なプランいかがでしょう。でちなみにこれの合わせ技もできます。一番最初に紹介したアローをね濡れたくないからということで、この手前のところにオマンティスをこうやってぶち込むんですね。でそのぶち込むことによってただの荷物入れじゃなくて機能性もあるし、まあ、おしゃれな感じも出てるやん。でその後にこの中を上げてあげるとマトリョーシカスタイルですよね。リュックの中からボディーバッグが出てきて、でボディーバッグの中からジャケットが出てくると。この素晴らしいプレゼンいかがでしょうか。でここまでねあなた見ていただいたんですけど、なんとこの動画見ていただくのは0円でございます。1円もいただきませんのでね、これ見ていただいてありがとうございますということなんですけど、もちろん商品買うときはお金いりますのでね、それはアークテリクスさんの方に、寄贈してください。僕の方には1円も入ってこないんですけどもね、アークテリクスの店舗行って、なんか卓造がおすすめの4選言ってました、なんかオマンティスと、なんか薄いシャカシャカとか防水のリュック、なんかそんな言ってたんですけどありますかって言ってもらったらね多分出してくれるとは思います。でねもうね店舗行くもう邪魔くさいわと思う、今すぐもうポチりたいわっていう方はね、下の動画説明欄に全く同じアイテムのねリンク貼ってますのでね、あの見ていただければいいかなと思うんですけども、そんなことでこちらがですね春夏に使えるアークテリクスアイテム4選ということでね、ご紹介をさせていただきました。ただあくまでアークテリクスの中でっていう話なんでね、全リュックの中でって言われたらちょっとランキングかかってくるし、全アウトドアジャケットの中でって言われたらちょっとランキングかかってくるけど、どうしてもアークテリクスでちょっと大人っぽく都会でスタイリッシュに行きたいっていう方なんかはね、もうこの4つあったらもうそれで迷うことないんよ。でもこれ持っていただいてる方はね、そうそうそう、タクゾーよく言ったと、マンティスもそうやし、アローもそうやし、スコーミッシュもそうやし、ベータもそう、あったら絶対使うんよってね思っていただけるんかなと思いますので、ぺちゃくちゃ喋るやつはね失礼したいなと思います。ということで本日ですね、アークテリクスおすすめ4選をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。